クリストファー・ルイス・アギーラは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、レッドウッド式出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。高校時代は、リノにある、マック・イーン高校でプレーし、同校の1シーズン最多本塁打記録を作った。3年時には、高校の全米ファーストチームの指名打者に選出された。1997年の MLB ドラフトで、 フロリダ・マーリンズから三流医師として三巡目指名され、プロ入り。入団当初は若手有望株と期待されていたが、2シーズンを、ルーキー級、2シーズン半を A 級及び A プラス級で過ごすことになった。1999年途中で外野手にコンバートされた。2001年は A 級ポートランドシードックスでプレーし、64試合で打率。 257という成績だった。2002年も引き続き、ポートランドでプレーし、打率、294という結果だった。2003年はマーリンズが、提携先を変えたため、引き続き AA 級の所属となったもののチームは、カロライナマドキャッツに変更。この年は93試合で打率、320という結果を残し、実力を証明したアギーラは、 翌年の2004年には、マーリンズのスプリングトレーニングに招待された。アギーラは2004年の開幕メジャー入りは逃したものの、監督のジャック・マキーオンに印象を与えることになった。トリプル A 級アルバカーキアイソトープスでは打率。312を残し、マーリンズでメジャー初昇格を果たす。この年は29試合の出場にとどまった。2005年は開幕メジャー入りを果たした。 ミゲル・カブレラ、フアン・ピエール、フアン・エンカー・ナシオン、ジェフ・コーナインに続く5番手の外野手としてプレー、しかし、主な役割は、代打となった。はじめの2ヶ月ではわずか16打数しか立てず、5月27日には、トリプル A 級アルバカーキに降格した。トリプル A 級アルバカーキでは、小中堅守として起用され、35試合で打率、351.7本塁が、 25打点と活躍し、7月7日には、ジョシュ・イリンガムが故障者リスト入りしたことに伴いメジャーへ復帰した。この年の残りはマーリンズでプレーしたものの、引き続き代打としての起用があるじで、先発出場は12試合に終わり、そのほとんどが怪我のエンカーナシオンの代役としてのものだった。結局78打数で打率、244、本塁打、0、 4打点という結果でシーズンを終えたアギーラはこのオフはドミニカウインターリーグでプレーをした。2006年も開幕メジャー入りを果たした。ハーミダが控えの間、マーリンズがジョー・ボーチャードと契約するまでは右翼手として出場。ボーチャードと契約後はエリック・リードやレジー・ア・バークロンビーと中堅手を争うことになった。リードは35打数4安打と不調だったために、 トリプル A 級アルバカーキへ降格したものの、その間にヤバークロンビーは11試合連続安打を放ち、アギーラは出場機会を奪われ、5月3日以降の16試合で、先発はわずか3試合だった。5月26日には、シンシナティレッツからコディロスをトレードで獲得、そのためアギーラはトリプル A 級アルバカーキへ降格することになった。3A アルバカーキでは打率。 383.1本塁打13得点を記録し、ウィリンガムが故障者リスト入りしたために、マーリンズへ昇格した。その後再びトリプル A 級アルバカーキに降格したが、マイナーのシーズン終了後は再び昇格し、8試合で9打数3安打という内容だった。先発出場は1試合もなかったものの、フィラデルフィアフィリーズ戦では2塁打を含む3打数に。 アンダと活躍し、このシーズン最後の勝利に貢献した。オフの10月13日、マーリンズはアギーラのメジャー契約を解除した。2006年12月10日にピッツバーグパイレーツとキャンプ招待選手としてマイナー契約を結んだ。しかし開幕メジャー入りは果たせず、この年は参加の AAA 級インディアナポリスインディアンズで過ごすことになった。2008年は3月に、 ニューヨークメッツとマイナー契約し、参加のトリプル A 級ニューオーリンズゼイファーズでプレーした。6月11日にエイブラハムヌニエスが戦力外になったことに伴い、メジャー昇格。しかし3試合に出場しただけで戦力外となった。再びメジャー昇格するものの、7月11日にまたも戦力外となり、7月15日にはそのままトリプル A 級ニューオーリンズに降格した。 シーズン終了後に FA となった。2008年11月23日に福岡ソフトバンクホークスがアギーラの獲得を発表した。2009年2月5日、春季キャンプを張っていたチームに合流し、同日に入団会見も行った。キャンプでは、走行手3拍子揃ったところを見せて、首脳陣から大きく期待され、その後右膝を痛めて、やや出遅れたが、 オープン戦終盤に日本塁打を打つなど、シーズンに向けて調子を上げているかに見えた。ところが、シーズンに入ると、極度の打撃不振に陥り、松田信弘が離脱して固定できていなかった3番に、入る試合もあったが、全く結果を残せずに4月17日に肉を落ち。その後、前年まで千葉ロッテマリーンズに在籍していた、ホセオーティズが加入し、 一旦外国人枠は埋まったが、アギーラガニ軍で好成績を残したこと、開幕当初先発ローテーションに入っていた、キャメロン・ローガニ軍を打ちして、枠が一つ空いたことに伴い、5月15日に最初をした。だが、ここでも4試合でわずか1安打と不審で、5月21日に再度登録抹消。その後は、ジャスティン・ジャマーノがローテ入りしたこともあって一軍昇格がないまま、 8月31日に帰国し12月2日限りで対談が決まった。ソフトバンクを対談後、トロントブルージェイズとマイナー契約した。2012年までフルス、マイアミマーリンズ参加のマイナーリーグでプレーしていた。2013年はイタリアンベースボールリーグのフォルティチュードボローニャでプレーしていたが、6月10日に解雇された。 2016年2月に第4回 WBC 予選のフィリピン代表に選出された。ありがとうございます。